専用寺の本田家の墓。中央が安典、右は父の安茂、左はこの忠都市の墓。静岡県指定史跡。本田安典は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけての武将、大名。三河岡崎藩の第二代藩主。高校系本田家二代。天正七年、徳川市の家臣で三河岡崎藩所代藩主の本田安茂の、 長男として、三河田原で生まれる。天正十九年、元服して、徳川家康から返帰を授かり、安則と名乗った。慶長六年、十五位した、伊勢守に、ジョイ、任官する。慶長十六年、父の死去により、家督を継ぐ。慶長十九年、大阪冬の陣に参加し島の川と淀川の中須から、青谷口を攻撃した。戦後に、 豊臣氏と徳川氏の間で和議が結ばれると、松平忠明や本田忠正らと共に、大阪城の堀埋め立て、石垣破壊の武行を務めた。慶長を20年に和議が結立して、大阪夏の陣が起こると、前田敏常の右翼方に陣取り、豊臣方の王の春房と戦い、武功を挙げている。その後は、岡崎城の集築に務めた。元画9年。 江戸幕府第三大将軍、徳川家光の上落に従って上落したが、その後に病に倒れ、9月25日に死去した。去年45、後を長男の忠敏が継いだ。ありがとうございます。